着いたよ、ハルジュン。起きて起きて。大丈夫ですか？はい、いつものことだから。無理。本当はおいくらかしら、素敵なおじさま。列車には2回も乗っちまうし。あんた失礼じゃない？そうよ、サラマンダーとのすっごい魔導士なのよ。いや、やめなさいよ。なんだお前ら。夜は船でパーティーをやるよ、みんな参加してね。仕事や情報を仲介してくれるところなの。魔導士ってギルドで働かないと一人前って言えないもの。ラマンダーって見た目じゃなかったんだね。火の竜っつうからてっきりイグニールのことかと思ったのにな。見た目が火、あ、グラビアミラジェーンなんだ。てか、どうしたらフェアリーテールに入れるんだろう。あんたみたいなえげつない男のパーティーなんて。えげつない、僕はチャームよ。いや、サラマンダーが船上パーティーやるってのあの船かな。気持ち悪い。想像しただけで酔うのや。さあ、口を開けてごらん。ゆっくりと果実の放出。ゲートの鍵。お前が。わあ、行くわよ。俺はフェアリーテイルの夏だ。プロミネンス・テンフォー。魔導士だ。レッチャー。教えたんだ。シェイク。人は皆と反対ですぞ。まったく。俺はああいうバカども結構に来たんだ。夏が帰ってきたって。男なら拳で語れ。結局喧嘩なのね。邪魔だ。俺のパンツ。お嬢さん、よかったらパンツを貸してくれ。デリカシーのない。パイじゃない。やめんか、バカタレ。でかーだが上品などクソくらいだ。それがフェリーテールの魔導士じゃ。おらんのじゃ。帰ってミルクでも飲んでおれ。ほっとけ。どうしちゃったのあいつ。夏もロメオ君と同じだからね。すんません、これ以上は進めませんわ。人間の女だ。喋れんのか。で、片付けなさいよ。誰？マカオはどこだ？パンのパワーの持ち主よ。ルーシーさん、相変わらずナイスバディですな。もう素敵です。あい、あんた乗り物ダメなのにハッピーは平気なのね。何言ってんだおめえ。敵じゃなかったの？そんな仕事を一人で。ロメオ！あ、私魔導士のルーシー。そしてここは古くから魔法も盛んな商業都市。残忍って。あ、そうだ、ルーシーの持ってる鍵のやつら全部見せてくれよ。そういえばハルジオンで買った鍵、契約まだだったわ。ちょうどいいから精霊魔導士が精霊と契約っていうか聞こえてますが。じゃあ契約に移るわよ。ペペヨン、月曜はプルーは子犬座なのにワンワン泣かないんだ。変なの。あんたもニャーニャー言わないじゃない。いや、あんたたち最初から褒められた。精霊魔導士は契約を大切にしてるのか。だそうじゃ。10倍？本一冊で200万ジュエルだと？
討伐系並みの報酬じゃん。待ち、馬車には二度と乗らん。いつも行ってるよ。とりあえず飯。どうしよう、冗談で言ったのに本気にしてるよ。今さら冗談とは言えねえしな。よし、燃えてきたぞ。行くぞルシー。あいー、ゴー。証拠りもなくまた魔導士どもが来よったわ。今度はフェアリーテ。うわー、見た見た。おお、似合うぞハッピー。バーてか、あんたら真面目に探しなさいよ。デイブレイク、過去日の出。貴様らの狙いはデイブレイクだったのか。よよよよよ、ほら、よよよ、南の狼は常に空腹なのだ。覚悟しろよ。ナツ、少し時間をちょうだい。ルーシーのようにアイテムを使う魔法はホルダー系と呼ばれる。じゃあ覚悟はできてるって。兄ちゃん、合体技だ。オーケー、天地消滅殺法。こいや、血を抜いたら天にいる。これぞバニッシュブラザーズ合体技。ママ、妖精さんが見えるよ。やれやれ。さて、ルシー探しに行くか。形勢逆転ね。この本を私にくれるなら許してやってもいいわよ。一発は殴りたいけどね。ディスカローは。ド欲望のためにそこまでするってどうなのよ。独房に監禁された3年間、彼はどんな思いでいたかわかる。でもあんただって知ってるでしょ。ケムザレオンはもともと魔導士。え？まさかエビ？エビ！空気読んでくれるかしら。戦闘よ、あのヒゲオヤジやっつけちゃって。ルシーと同じ魔法。お呼びでしょうかご主人様。バルゴ、あの本を。カニエビ。お、残りのない奴には務まらない。父親もね。中身も全てです。おお、きれい。いや、俺たちも報酬いらねえな。はい。え、はい。依頼は本の破棄だ。達成し、あいつらと家の匂いが違った。普通気づくだろう。私獣じゃないから。それって犬の話じゃないの？てか、匂いと道って何の関係が？と申しております。エルサって、あのフェアリーテール最強って言われて魔導士だよ。すごい、開いた。魔導士か。くらえ、サントポン。行くぜ、カユの鉄拳。光ペン貸してくれる？うい。光ペン、空中に文字が書ける魔法アイテムだ。黒い奴らが来るぞ。なにビビって。人かカニとかいるよ。だったら運命のいたずら。ごめん、僕たちはここまでにしよう。大変だ。俺の物です。運び物件もうバレてんじゃない。やべえ。でもちょっと口うるさいけどちゃんとした人みたい。そんなに怖がらなくてもいいんじゃ。ナツとグレイはいる。明日だ。準備をしておけ。こいつとチームだと。エルザとナツと私が止めてないし。だってすまない、待たせたか。受けて立つ。よし、燃えてきた。私たちの相手は闇ギルド、アイゼンバルド。ララバイという魔法で何かしでかすつもりらしい。計画って一体。順番に説明しよう。この間の仕事を終えて帰る途中の迂闊にもその時は思い出さなかったんだ。エリゴールという名もな、闇ギルド。出なかった。ルーシー、シル、汗よ。ねえ、負けたよ。あれ、夏は？
おー発射して、うわー、邪魔せど、そうだな、すぐに追うぞ。どんなやつだった？あんま特徴なかったな。そうだ、荷物も運転手も全部下ろせ。逆らうやつは命がねえぞ。エリゴールさん、